台湾歌仲間、ミニーさんね、うんうん、いつもお世話になっております。お久しぶりね、よろしく、うん、あなたに会うなんてあるかな、なんてたったのかしら、少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人できたでしょうね。おじゃらけのつもりが時の数のも忘れさせ、別れつらくなりそうで何かが怖い。それじゃあさよなら元気でと冷たく受話器を置いたけど、今でも本当は好きなのとつぶやいてみる。最後はミリンさんでした。ありがとうございます。